姉ちゃん、私がマッサージしてあげる。横になって。あら、私も一緒にしてあげてもいいかしら。マッサージするのが好きなのよ。いいですよ。まずはここをマッサージすると。あ、エマ、そこはちょっと我慢してね。いつもここに来るとあなたの姿が思い浮かびます。あなたが雪に似ているからでしょうか。え、指揮官？ここに来たら数日前に見たドラマを思い出して、真似してたんですが、ひょっとして見られちゃいました？それは言えません。恥ずかしい。忘れてください、指揮官。やっぱり温泉まで来たからにはゆっくり浸からないとね。ついでにいたずらも考えなきゃ。じゃあ早速。ダメ。ミカ？もしかして温泉に入るの？うん、どうかした？いや、後にした方がいいんじゃないかな。今は周りに誰もいないし、もし一人で温泉に入って転んだら大変だよ。でも私は今入りたいんだけど。じゃあ足湯はどう？嫌だよ。じゃあ私と一緒に入らない？すぐ仕事を終わらせてくるからね。ちょっとだけ待っててくれない？はあ、分かったよ。じゃあミカと後で入ることにする。どこからお掃除しようかな。ベローダ、掃き掃除は私がやっちゃダメ。足首をくじいちゃうかもしれないから、私に任せてくれない？ベローダはベンチで休んでて。うん、わかったよ。じゃあお願いね。おじさん、これ見て。何の昆虫かわかんないけど、毛がびっしり生えてる幼虫だよ。それ褒めてるの？まあ私には可愛く見えるから褒め言葉ってことにしとくね。これ近くで見るともっと可愛いよ。ミカにも見せてあげなきゃ。ベローダ、ここにいたんだ。ずっと探してたんだよ。ミカ、見せたいものがあったの。これ見て。可愛いでしょ。ベローダ、それ触らないで。もしベローダに噛みついて怪我でもしたら。遠くから見るだけじゃつまんないよ。ミカ、これ見て。すごく小さいのにここに目もあるの。でも本当に危ないよ。早く離して。ミカ、やめて。え？私を追いかけるの、もうやめてよ。でも私はベローダのことが心配で。ミカは私のことを心配してるんじゃないよ。私が楽しく遊ぶのを邪魔してるだけ。ベローダ、そんなつもりじゃなくて、すごく危なそうに見えたから。もう邪魔しないで。ベローダ、どうしよう。ベローダの遊びを邪魔するつもりはなかった。
のに。おじさん、どうしましょう。ベロータを追いかけた方がいいでしょうか。かなり怒らせちゃったみたいですが。はい。温泉が騒がしいわね。ルドミラ、やっぱり私が間違ってたみたいです。詳しく話してちょうだい。私は本当にベロータのことが心配で後を追いかけてただけなのに、それがベロータを怒らせてしまったみたいで。ベロータの気持ちもわかるんです。でもベロータにはクリスマスになると悪いことが起こります。ベロータもわかってるはずなのに、どうして危ないことばかりするのか理解できません。なるほど。もしかしたらベロータはあなたに幸せなクリスマスを過ごしてほしいのではないかしら。心配をしてばかりで毎年幸せどころではないクリスマスになっているようだから。確かなことは、あなたの気持ちは彼女もよくわかっているということね。彼女なりのやり方であなたを楽しませようと頑張っただけだ。それはその通りです。ベロータはいつも私を楽しませようとしていました。ミカ、木の横のツルが見える。このツルは支えがないと育つことができないの。木もこのツルのおかげでより丈夫になって強い力が生まれるのよ。もしどちらか一方が自分勝手に振る舞えば、ここまで大きく成長できないということね。このツルと木が大きく成長できたのは、お互いがお互いのことを理解して支え合ったからよ。友達とはそういう関係ではないかしら。自分の考えだけを押し付けるのではなく、支え合うもの。そうは思わない？ルドミラの言う通りだと思います。ベロータは毎年クリスマスの度私のことを気遣ってくれていたのに、私は自分の考えだけを押し付けていました。ベロータに謝らないと。ありがとうございます、ルドミラ。どういたしまして。ええ、もちろんよ。毛糸がどれほど複雑に絡まっても、諦めなければいつかはほどける。私たちの関係も同じこと。お互い、同じぐらい思い合っているからこそ起きたことよ。そう心配する必要はないわ。褒められたのかしら。まあ悪い気はしないわね。それで話が片付いたなら、しもべ、私とティータイムはいかがかしら。久しぶりにあなたが入れたお茶を飲みたいわ。今日のティータイムはどうだったかしら。しもべ、しばらく見ない間に随分舌が肥えたわね。それならよかった。ごめん、ごめん。ベロータ、ごめん。わざとじゃなかったの。私は本当にベロータのことが心配で。謝り方ってこれでいいのかな。全然わかんないよ。どうやって謝ればいいんだろう。もしベロータが許してくれなかったらどうしよう。
おじさん。私にどう謝ればいいか悩んでるおバカさんのミカを見てたの。わかんない、わかんないよ。ミカがあんなに悩んでるのに、私が話しかけたらつまんないでしょ。それに今はミカにプンプンしてるんだもん。それにしてはあまり怒っていないように見えるわね。さっきは本当にムカッときたから、まあすぐに収まったけど。おじさん、ミカがクリスマス嫌いな本当の理由知ってる？私クリスマスに死んだの。うん、人間だった時孤児院で死んだんだ、ミカの目の前で。孤児院？だから特に毎年クリスマスになるとミカが私のことをすごく心配するんだよね。また私が死ぬんじゃないかって。ミカの気持ちもよくわかるけど、でもクリスマスは幸せな日だって思ってほしいの。今はあの時とは違うから。そういうわけだからミカのことはおじさんとルドミラが手伝ってくれない？クリスマスが幸せな日だってことを教えてあげて。ミカ、私の話は全然聞こうとしないんだもん。他のことなら何でもやってくれるのに。ええ、分かったわ。ありがとう。じゃあ、あそこでぐるぐる回ってるミカのことよろしくね。目が回って倒れたら困っちゃう。うん、私は忙しいの、やることいっぱいだから。だからミカのことよろしくね。しもべ、いろいろと頭を悩ませているようね。そうね、少し思うところがあって、まあこれは後で考えるわ。今はまずあのかわいそうな子羊を助けに行きましょう。クリスマスという口実もあることだし、しもべの言う通りパーティーをすれば雰囲気も良くなるはずよ。どうしてそんな顔を？そのあっさり許可がもらえたので少し驚きました。こんなに気を使ってくれてありがとうございます。気にしないでいいわ。裏若き子たちの友情のためだもの。この程度のことは大人の当然の義務よ。みんなを呼んで、パーティーの準備を始めるわ。クリスマスパーティーだなんて最高です。あー、とっても面白そうね。こんなに賑やかなクリスマスパーティーは
初めてだよ。面倒なことばかりだな。ウンファは何を準備するの？何もしない。じゃあ美味しいものも作るよね。もちろん、メインの料理は私が作るわ。でも誰かの手を借りたいところね。あら、じゃあ私が手伝おうかしら。料理には自信があるの。あ、エマ、メインの料理よりスイーツを作ってくれない？去年もクッキーを作ってたよね。でも今年はクッキーよりメインが。わ、私もエマのスイーツ食べてみたいです。私も。あら、みんなそんなに？うん、ルドミラは私とシグナルが手伝うよ。はい、わ、私がお手伝いします。わかったわ。じゃあ私はスイーツの用意をするわね。はあ、よかった。じゃあ私たちはパーティー会場の飾り付けをしてきますね。私もこちらに参加します。こっちの方が静かそうだな。スイーツを作るなら私にもお手伝いが必要だわ。私が手伝うよ。作りながら少しずつ盗み食いしちゃったりして。私ですか？私は…エマ、いちごケーキなんてどう？そうしましょうか。おいしそう。私はその…なんですかそれ？違います。ミカもケーキ作りを手伝うそうよ。あら、本当？じゃあミカも一緒に作りましょう。ありがとうございます。じゃあおじさんは何をするの？そうね、指揮官は何をするの？イチゴにはチョコの代わりに激辛ソースをたっぷり入れなきゃ。こんな感じで入れればいいかしら。はい、その調子でゆっくり。いいだけなので。ミカは賢いのね。
生地をかき混ぜるので、ケーキの粉も少しずつ入れてください。わかったわ、任せて。やっぱり粉の方が入れやすいわね。よかったです、その調子でゆっくり入れ。調節したはずなのに、どうしましょう。急に粉が勢いよく出るなんて思わなかったわ。やり直そうかしら。いいえ、牛乳も多めに入ってるのでこれくらいは大丈夫です。ちょっとケーキが大きくなりそうですが。そう、よかったわ。ミカはお菓子作りが得意なのね。そうだよ、ミカが作るものは何でも美味しいの。そんなことはやっぱりそうだと思ったわ。ミカ、次は何をすればいいかしら。次は砂糖を少し入れましょう。これは指揮官にお願いできる？私はまた失敗しそうだからありがとう、お願いね。あ、おじさん、お上手ですね。その調子であと少しだけ。あら、おじさん、大丈夫ですか？いや、大丈夫です。結局、おじさんも失敗しちゃったね。誰も何も言わないから、私もついちょっと甘くなっただけで大丈夫じゃないかしら。そうですよ、甘くて大きくなっただけです。すぐにフォローできなくてごめんなさい。ちょっと考え事をしちゃってて。頑張って美味しく作りますね。これでケーキは完成です。わあ、材料をたくさん入れたからかな、すっごく大きいねいい香りだわ。でもデコレーションが物足りない気がするわ。ケーキの上に絵が描いてあったらもっと可愛いと思わない？わあ、それ良さそう。ハートの絵にしない？そんなにクリームが残ってなくて。じゃあケチャップで描いてみる？ケチャップですか？メイドカフェでよくそうしてくれるのよ。前に食べたことあるけど美味しかった気がするよ。でしょ？甘みと酸味が混ざると旨味に変わるのよね。いちごトマトケーキにすればいいね。おお、ちょっと待ってください。これで描きましょう。こっちの方が描きやすいはずです。でも色はちょっと地味だわ。じゃあお皿に描くのはどうですか？その方が見やすいかも。あ、じゃあ両方使えばいいわね。
チョコで書いて、半分はケチャップで書くのよ。どう？チョコは私がやります。あら、ミカも書きたかったの？あ、はい、すごく書きたいです。いいわ。トマトケチャップにイチゴにチョコのミックス味だなんて、すごく美味しそうね。ツリー完成！今まで見たツリーの中で一番綺麗。あら、綺麗に飾りつけたわね。そうでしょ？お姉ちゃんと頑張ったんですよ。デルタ？ライトが芸術的ですね。角がぴったり揃ってます。乱れは一切許容できませんので。一人でやったの？ウンファが手伝ってくれました。ウンファが？ウンファ何もしないって。黙れ。エマ、これ見て。あら、ベロータの鼻の下にクリームのおひげができてるわ。サンタさんみたいでしょ。エマにもクリームのおひげ作ってあげる。お願いするわ。私が知ってるクリスマスはみんなが無理に笑っていたのに、ここではみんな心から笑ってますね。ベロータの言う通り、私がクリスマスを否定的に考えすぎていたのかもしれません。もう不幸なクリスマスじゃありません。ここでは嫌なことも危険なことも起きないと思います。準備が整ってきたようね。テーブルに集まってちょうだい。パーティーを本格的に始める前に。私も久しぶりにウキウキしてるわ。雪見温泉が賑やかになって私も嬉しいわ。それではみんな、メリークリスマス。メリークリスマスです。メリークリスマス。メリークリスマス。
メリークリスマス。メリークリスマスです。メリーむせちゃった。メリークリスマス。メリークリスマス。さあパーティーを楽しみましょう。はーい。まずはケーキを食べたいです。不思議な見た目でずっと気になってたんですよ。これはハーフ&ハーフですか？あ、はい。半分はチョコで半分はケチャップです。ケチャップ。食べてみて。美味しいはずよ。それでケーキがすごく大きかったんですね。じゃあケチャップ味から食べてみます。今まで食べたことがないので。私はチョコで。はあ、うん、はん。とっても美味しいです。チョコ味も美味しいです。はい。ふわふわで甘々で、そして後からやってくる酸味も、お店で買えるケーキより美味しいです。本当に美味しいの？はい。ベスティも食べてみてください。じゃあ一口だけ。おいしい。とうとう味覚がいかれたか。違うよ。ウーファーも食べてみて。今まで食べたケーキの中で一番おいしいよ。私は食べな。おいしいでしょ。まあそう言えなくもないな。やったー。じゃあ私も食べてみよ。すごくおいしい。よかったわ。クリスマスのたびに料理の腕が上がってる気がするわね。おじさんも食べてみて。すごくおいしいよね。言ったでしょ、ミカが作るお菓子はおいしいって。違いますよ。みんなで作ったんですから。もっと食べたい。